夏といったら何でしょう。夏といったら桃と白ワイン。自分で作ったりするんですか。桃、うん、おかしいません。夏の思い出ありますか。夏の甘い思い出あるけど言いたくない。私にもいつかきらめく金曜日や夢のような日曜日がやってくる。人は皆その日に憧れて生きています。そして全てが風のように過ぎ去った今、いつも私を支えてくれたのはあの退屈な火曜日だったんだと気がつきました。そんな火曜日たちのラジオチューズです。人生は火曜日。清武ゆかりがニューヨークからお届けします。じゃあ酸っぱい思い出。もうごめん、 I couldn't help。 ごめんなさい。チューズデイズ、人生は火曜日。本日のゲストは前回に引き続きジャズベーシストコンポーザーの上田のり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベトナムから帰ってきたばかりだとお聞きしたんですけれども。はい。でこれはアメリカの政府からの依頼で、まあ、親善大使みたいな感じで、はい、あのジャズのですか。そうです。ジャズバンドでアメリカのバンドの一員として呼んでいただいたので、はい、これはちょっともう私にとってはとても貴重な体験っていうか、はいはい、やっぱりアメリカのバンドとしていくっていうのがやっぱりあの意味のあるツアーでした。どういうとこ回ったんですか。行ったところの中の、何か所ではあのライブミュージックを初めてだっていうようなところもあって、はあ、もう予想外 の、 あの大歓迎をしてくださって、もう本当に感動しました。もうあの会場に入るともう横断幕、どこでも横断幕出まくりで、あの紙に、うん、カードボードにもなんか、うん、あの乗り越えだって言って写真付きで見て、こうやってアイドルじゃないですか。そうびっくりして。自分の顔見えるんですか。そう見えて、あーって言って。ここでティーラウンジでの演奏をご紹介したいと思います。ノクタンを、これはショパンのノクタンですよね。メロディーが素晴らしいというか、僕ショパンは偉大だなっていうことで恐れ多いんですけど、もう亡くなってるんでその辺は印税も払わなくていいですしね、うん、もうありがたいです。その今偉大だなっておっしゃいましたけど、はい、そういった曲をアレンジするの怖くないんですか。でもサンバに変えたので、うん、逆にその同じ雰囲気で勝負するっていうのはもう無理なんで、それをそのテーマをモチーフとして使わせてもらって、全く別のものに変えたというよりは別のものを作ったっていう風な気持ちで、うん、あのアレンジしました。そこから何が生まれるんですか。そこからですね、レストランに例えるならば、うん、あのフュージョン料理みたいな感じでミックスの仕方によって無限の可能性があるっていうか、それは現代 の、 あの面白いことだなと思います。やっぱり世界はどんどん狭くなって、インターネットがあって、はい、みんな旅行して全て混ざって、みんな好きなことをこう取り入れて、いろんなことに、これ音楽だけじゃないと思いますけれども、はい、そういう意味でニューヨークってすごいそういう場所だと思うので、いろんな国から来た人が集まって、個人種のルツボ、はい、ウツボ、ルツボ、ルツボではないかと思います。人種のルツボの中で生き抜いていくために、はい、何が必要ですか。やっぱオープンマインディドっていうか、何が来ても、うん、あのそれ受け入れるっていうか、何があってもおかしくないっていうか、うん、どんなハプニングがあってもそれを受け入れて、オッケーって言って、そう、柔軟性じゃないでしょうか。何が来ても大丈夫、その音楽でも同じですかって。そうなんです、うん、それは本当にそうだと思います。柔軟性を持ってやりたいなって。例えばだからジャズっていうのは次に来る音が全然決まってないんですよ、はい、他のミュージシャンがどういう音を出すかっていうのはその瞬間が来るまでわからないわけで、うん、感情がこもった音が来たら自然に自分の感情も高ぶって、言葉の代わりにその音楽、音を使って会話してるっていうか、あといえばうんっていうそのままだけど、はい、どんなあが好きですか。やっぱり個性的なあ
ったりあーかもしれないですけれども、やっぱり個性があるあーが好きです。個性があるあー、はい、うーん、それを受け入れてっていうかね、あーって運を待ってくれるあーも好きですね。やっぱりあーって言って、うん、自分でうんって言ってしまう人もいますけど、やっぱりあーが来てうんっていうのを欲してくれてるあーはやっぱり楽しいあーですよね。ショパンのノクターンお聴きください。Thank you.
お聞きしたいと思います。はい、大きな楽器ですよね。でしょ、うん、そうなの。自分より大きくなかったですか、うん、始めた時。どういうこと？すごい大きいってこと？違う、若い時はベースの方が大きかったんじゃないかなと思って慎重だった。今も私より大きいんですけど。やっぱりそうか。すいません。ありえない。あのベースとはどんな役割を果たしてるんですか、バンドの中で。はい、か一番低音だから下から支えるっていうか、うん、土台ですよね。土台で特にベーシストはいろんな人の意見聞いて、うん、あの聞き役、主に聞き役っていうか、うん、それで一番うまくいくと思う。それでやっぱ聞き上手じゃないと、うん、うまくいかないと思う、うんそういう役割っていうか一番あのボトムから土台で、うん、やっぱりいろんな人の意見を聞いて、うん、できればそれで寛大になって、うん、もうどうぞどうぞもう何でも言って私に言ってじゃあ私がうん OK ああそうなんだって言って、うん、答えてあげられるようなベーシストになりたいなと思ってやってますけど、そうですね、そうでありたいですけどいつもそうじゃないかもしれない
逆に言ったら人の言うことを気にしすぎるっていうことがあの元々の性分にはあるのかもしれないけれども、うん、それで逆にあのそう性格的には、まあ、そういうところはあのできるだけ、うん、そう人の言うことをあんまりそう人の意見に左右されすぎないとか、そういうふうにあの私生活はそうなりたいなと思ってます。フレットがない楽器ですけど、はい、無限の音階を作れる。ああその通りで、イコール耳や体も楽器の一部になってるんですか？そうですね、楽器っていうのは手段っていうか自分の体が結局音楽を奏でてるわけで、それをあの空気に乗せて伝えてくれる手段 の道具だと思いますけど、うん、例えばこう指あのベースの場合は指を動かして弦を弾いて、でそれが木に伝わって音がそれが空気に伝わってで人が聞けるわけなんですけれど、うん、でも結局は自分の手が自分の頭の中それと心であのがなければその音はこの世には存在しないってことだし、自分の聞いた音がそれが手を伝わってそれが弦を伝わり木を伝わり空気を伝わり耳に伝わるっていうか、だから自分の体のエクステンションっていうかこう延長ですよね、自分の体の延長になってそれがあの他の人に伝えてくれるっていうことじゃないでしょうか。のりこさんのレコーディングから、はい、1曲ここで選んでいただいたものをご紹介したいと思います。はい、私のトリオの曲から、はい、シーソー。シーソーってあのシーソーですか？ぎっこんばったんです、はい、どうしてこの曲を選んでいただいたのでしょうか？この曲は三拍子で、はい、あのメロディーの感じがぎっこんばったんしてるなと思って、うん、シーソーっていうタイトルを後でつけました。ぎっタンバッコン違うでしょリターンバッコンだったっけ？絶対ギッコンバッタンだ。ギッコンバッタンだもん。だってほらギッタンバッコンギッコンバッタンって書いてる。やっぱり地域によって違うんだおかしい。へー、勉強になったわ今日。ギッコンバッタン、何を想像して聞けばいいですか？公園ですね。公園で子供たちが何も考えずに遊ぶ姿をじゃあ想像して聞いてみてください。でシーソーギッタンバコン違いますよギッコンバッタンですよ。あれそうだよね、うん、ギッコンバッタンです、はい、タイトルお願いします。はい、ではシーソーを聞いてください。ギッタンバコン違うよね、ギッコンバッタンギッコンバッタンでいいんですよ惑わされてる。ギッコンバッタンで、どっちでもいいんですよ。では、シーソーを聞いてください。ギッタンバコン。もうダメだ。もうダメだ。もうダメだ。もうそっちだと思われました。ダメだ。どっちだったっけ？ギッコンバッタン。Thank you.
ヨークに来てどのくらいになるんですか？はい、15年です。15年かけて見つけたもの、何かありますか？15年かけて？うん。今の彼氏？おお。そう。素敵。15年かけて見つけたことは今の自分。ほう。やっぱり。自分見つけましたか、うん、やっぱり自分って変わっていく、どんどん成長していくのこともあると思うし、まあ他もあるのかも、交代することもあるのかもしれないけれども、うん、でも今の自分っていうのはどういう形であれこの15年間がないとないもんだと思うし、そんな自分が嫌いではないっていうか、どんな15年前の自分よりも好きだとは思ってます。15年前はあんまり好きじゃなかったんですか？好きじゃなかったことないけれども、今の方がもっと好き。何が好き、何が良くなったんですか？何が好きになったんですか？忘れ上手になったのかもしれないし、嫌なことはすぐ忘れて、うん、で自分が正しいと思うことだけあんまり深く考えずに、自分がその場で正しいと思うことだけやるようにして、それで結果がどうであれ、うん、自分の気持ちに従って行動するっていうか、そうですね、楽しいなと思うし毎日が、もともとどっちかというとくよくよ悩むタイプだと思う、もともとはね。だからこそこう忘れ方を覚えたっていうか、うん、いちいち悩まなくてもいいなと思って。誰かが教えてくれたんですか？それ忘れたらいいよって。いや、それは多分自分の動物的な本能が操作したっていうか、多分自分で自己防衛本能かな。自己防衛、はい。しんどいでしょ、あんまりそれで悩んだら、うん、しんどいです。忘れてみ。楽だよ。忘れちゃっていいんですね。ダメかな、ダメなの？そうね、ダメなこともあると思う、もちろん。その、うん、次に生かして、それをただ忘れ去るだけじゃなくて、うん、もしもその何かに失敗したとしたら、やっぱり次回もうちょっとうまくできるようにとかあるかもしれないけれども、要するにもうでもそのハプニングしたことはもう変えられないし、その過去のことを悩むっていうことはしない、そういうことができるようになってきました。そうね、やっぱりすごい基本的に重要なことってあるじゃないですか、人生。言わないけどこれラジオでは。あ、ごめんなさい。言ってんのラジオで。残ってんのラジオでは言わないけど、やっぱりほらこう愛する人に愛されるってことがやっぱり一番あれじゃないですか。それが一番重要じゃないですか、人生で。うん、それでそのまあ音楽もそうでありたい、ミュージシャンも。そうでありたい。今ちょっと急にラジオ調にこう言ったけど、みんながさ、そう、一番大事なことはやっぱり愛する人に愛されることだって思う、自分の中では。だからやっぱり人間関係が一番自分にとっては一番大事で、その中で自分を受け入れてくれる人が自分にとっては残っていくと思うし、そういう人は自分にとっても一番大事だし、それ彼氏にしても友達にしてもミュージシャンにしても、やっぱり愛したいし愛されたいなっていう、愛されたいなと思ってるっていうか、愛を感じるんで、それだけで何があってもすごい幸せに感じられるっていうか、だから今幸せで悩みがないって思えるのかな。それ15年かけて見つけたことですね。そうかもしれないね。私も見つけなきゃ。きっと見つけてるよ、気づいてないだけで。そういうもんですかね、これから最近に見つけるとかじゃなくて、言葉は言葉だから、うん、気づいてないだけのもんですかね。うん、ほとんどはそうだと思う。それが言葉にできるかできないかで、今たまたま私今これ言ったけども、うんうん、本当のその真意を反映してるとは限らないというか、うん、自分の中では言霊って言うけども、言霊よりもその
自分にその言葉としての表現力が自分の中にあるこうイメージほどはあると思ってないから、うん、それが絶対 100% 自分にも人にも伝わってるとはこう言葉で表せるとは思ってないから、うん、きっとあると思う、あると思うんですけど、その自分の中にもゆかりさんの中にもきっとあって、それが言葉に出てないだけで。今占い師の話聞いたみたいな気分になっちゃいますそう、そういう、そしてそういうベーシストになりたいみたいな。あー、なるほど、いいですね、ベーシスト。そうですか、はい指痛いよ指痛いのりこさんのこれからを教えてください。これから、はい、欲望に身を任せ、ちょっと待って、これなんて言うんだろうそうですね、もうその日その日になるかもしれないですけれども、その結果、その人生の最後の日に、あ、楽しかったって言って死にたいなと思ってますけど。上田のりこさん、はい、本日は超多忙スケジュールの中、何をしゃいましたごめんなさい、人が回ってなかったけどとんでもないです。超多忙スケジュールの中、わざわざありがとうございます。本当に素敵なお話ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです、ありがとうございました。今日の教訓は、はい、無駄を楽しむ、いいですね。そして自分の正義、はあ、いいですね。あと忘れ上手ちょっとありすぎですね回り道をしてもそれが火曜日なんだなってことを今日は学びました。心に響きました。いや、素敵にまとめてくださってありがとうございます。今感動しました今日は素敵な火曜日のお話をありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはジャズベーシスト、コンポーザーの上田のりこさんでした。